そしてですね、今回一緒にこのラジオをお届けしてくださるのはもちろんこちらの方。改めまして、血液型男子 A 型、相馬栄一郎役、桜井孝弘です。よろしくお願いいたします。いやそんな、なんで新人のジュニアみたいな感じになっちゃってるんですかいやちょっと緊張してるんですけど。いやそんな、ごめんなさい。僕、<え>僕こそ、本当に。いやいやもう本当にあの、直接な後輩でございますけれども。いやいや、とんでもない,いです、はい、本当に。カキ<よ>ーさんとよろしくお願いします。<laughs> まあかれこれ結構長いお付き合いになりましたしそうそうですよよくわからんいだから僕初めての仕事初めてですあいやそれはねあのあのしょあれはひどかった俺もう当ひどかったすあのあといろんな方に聞いたんですけど本当にああいうことやってたらしいですねえそれ話していいんですかいやいやか初めてやった時にとある現場で一緒になったんですよそ高寛さんが主役でえ なんかメインの一人だったので、まだ柿原が、初めて初めてだったんです、その現場で会ったにまに、終わりまして、じゃあ、ご飯食べに行こうかっていう一部の流れがあったんですけど、も柿原が後ろを歩いてたもんで、じゃあ、彼も誘ってみようかなと思って、声かけたんですよ、声かけたら、じゃあ、僕はいいですと、帰りますんで、このままって言った後に、またすぐ会えると思うんで。 この男は言うわけですよいや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 みたいや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 そんなこと言ってないまたすぐ会えると思うんで <laughs> いや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  <laughs> いやいやいや,いや,いや僕からしてみれば皆さんねすごいあの大先輩の方々がいっぱい役者さんでいらっしゃって、ね、仲良しな感じだったんですよああまあ仲いいよ、ね、確かに、ね、でちょっとあの僕みたいな新人がねこうこへ行ったらちょっと皆さんのことをねなんか失礼なことをこ言ってしまうんじゃないのかなと思ったのでああその結果はい どうせまたすぐ会えると思う。どうせ違うすぐ会えますんで。ぜひ次の機会にいうことを言ってたんですけれども、またやっぱり日本語があやふやでしたね、ああ、なるほどね。でもまあね、この作品でも一緒になってるからね。そうですね。本当に、最近最近ようやく、すぐ会えなかったですね、俺。いや、いや、こんなやつ、あの、俺もっと頑張るんで。いや、会えるように、お会いできるように、本当に。本当今日第一回目のラジオなんで、ほんと高弘さんでよかったなと。いや、何をっんですけれども。